今日はですね、この間僕がカットをさせていただいたモデルさんを実際にこの3人のスタイリストの方々に見ていただき、いろいろあの物申すというところがあるので、今日早速その辺もいろいろ言っていただきたいなと思います。アウトラインとかは普段何を考えて、アウトラインを切りますか？これはですね、一番大事、僕がカットする上で一番大事にしているところなんですが、このアウトライン設定っていうところがですね、お客様との、やっぱりこのお客様って、長さをすごく大事にする人が多いと思うんですよ。そうですね、でその辺を例えばもうちょっと切ってほしかったのになとか、これもうちょっとなんかちょっと切りすぎじゃないのっていうところをですね、すごくお客様が気にされる人が多いんですよね、そのカウンセリングツールとしては、そこが結構大事かなと。僕は、大体切り口が全部鱗状でこう丸くポコポコ切るじゃないですか、でそれをじゃあ実際にウィッグでまっすぐブラントで切ったものと、あとはこう鱗状で全体に切ったものをブローして乾かしてどういう仕上がりになるかっていうのを自分で一回切ってみるといいと思うんですよ。でしかも鱗状って言っても結構毛先がこういう風に暴れてるじゃないですか、で毛先が暴れたものと、あと結構綺麗にびっちりブラントで切ってるものと、っていうのをこう切り比べてやると、多分その答えはすぐ出ると思います。サイドのレイヤーの時は結構なんか意識してることってあるんですか？サイドは、パネルを、例えばこうイヤツイヤーの付近で切るときに、頭皮に対してこう平行、その次に切るときはその頭皮の一番初めに出した引き出したところに合わせて、それでフェイスラインはこっちに引いて、もうじゃあ、引いて、そうですね。そうすることによって、この辺のたるみ感と重み感というのがすごく出てくる、その辺はちょっと意識して切ってますね。多分くせ毛だから、大体みんなこう人間のこのこういうね、はい、いじまきといいますか、大体右側がこう腫れちゃう、腫れますね、で彼女は特にこう後ろにこうブニューンっていってから動かしてる人、かなり右来てますね。ここが一番難しいですよね、ここの部分もしっかりとこうね、ちゃんとスライスをこう斜めに取ってブラシの角度を考えて倒しないとダメですね。やっぱりこううちのアシスタントとかはそこが肝になってるってことをちょっと分かってない人が多いですね、このアンダーとミドルはこの着るこの位置といいますか、今アンダーからミドルに行ってるじゃないですか、でミドルセクション、スライスは普通に取ってますけど、若干こう U の字に取るんですけど、でも自分の頭の意識の中ではどこにどういうふうに髪の毛がたまるかとか、どういうふうに動かしたら髪が動くのかなっていうのを意識しながら取るんですよ、でパネルをこう一つ引き出したことによって、どの位置で落としたらどの髪がどういうふうに揺れて動くのかっていうことも考えながらやるのと、コームは使わない、これ大事。なんでですか？自分でお客様がこうスタイリングやった後にコーム使ってやる人なんか誰もいないじゃないですか、手でやるじゃないですか、それの感覚ですね。髪をこう投げてる感じはどういう意味があるんですか？ここはすごい、これ本当はスロー再生で見てもらいたいんですけど、こうやってある程度バババっていったその一番先のちょっとしたところをちょっと切るんですよ。毛先の方、毛先をバッて言ってる時に毛先をちょいちょいいってるんですね。ちょいって切ることによってそこのいらない部分とかもうそこがねちょっと落とせるんですよ。避けてるだけじゃなかったんですか？避けてるだけで切ってるんです、あれは。深いから、それ言ってるだけなのも全部深いんだよ。しかもかっこいい、髪の毛がこう舞うんですよ、ピラピラーンって。でお客様はそれを見て、素敵、気持ちいいですよね、こんだけ舞ってるね。こんなに毛先が踊ってることはそうそうこの人生の中であんまりないですからね。ないですね、躍動感、自分の頭よりも出ちゃってますからね、毛先が。躍動感のあるスタイルが好きなので、これはどの辺中心に入れてるんですか？これは耳後ろ、ボンノクボ中心ですね。で、あとこのやっぱりレングスがこれだけ長いと、この頭の丸みを作るのに対してこう、例えば上が長くてその内側をちょっとこう
取りたい時は中間をこう削いで、それでこう上の重みとこの下がなくなることによって丸みができるっていう、そういうことを考えて、そこでシルエット調整ってことですか。そうですね。で、まあアンダーの部分でカールをポコポコポコって3つ4つ作って、で今度その中間間をうねらして、で今度は表面の表面を少しうねらす、だからだんだんスライスが薄くなってくるんですよ。なるほど。ベース材がなんかついてないような風に見えるんですけど、これってやっぱりよりナチュラルにするために何もつけてない、髪によってすごい分けて、はい、多分彼女の場合はすごいちょっと髪も硬いし、剛毛の時は柔らかく仕上がるような初めのベース材をつけて、あと軟毛とかそういうカールが持たなそうな人の場合はもうしっかりとリッチが出るような材を初めにつけて巻く。まあ今ってこう頭のバックの両サイドは巻いてないですよ、ヘムライン巻いてないです。巻いてないんです、はい、ここからがまた重要な、はい、ここがサイドと一緒に巻いてくる、サイドとヘムラインを一緒にやります、はい、今これ当てがってるんですね。これは当てがってるのが彼女の場合はですね、はい、結構この辺の癖が強いので、はい、上からこう当ててそこもまたちょっと伸ばしてあげるのと、はい、前にこうグイッと押し出してあげることによって小顔効果と可愛さっていうのが増すんですね。ほぐす意識的なものはもう本当空気感を入れるイメージですね。ふんわりと。でカットでもともと間に短い毛が、ね、重なってるので、そこはふんわりとしやすいということですね。でこうやってほぐした時に前にこうやって出てくるやつを整えていく、うん、ほぐした後にワックスということですか。そうですね。ラブサコのほんの少量を少量を、はい、まあちょっと何回かに分けて、なんかちょっと毛先を、そうですね、ちょちょっと全部につけるわけじゃなくてポイントポイントでつけていく感じ、ポイントポイントっていうイメージです。これ今回はちょっとボリューム感が欲しかったので、ちょっとグラマラスな雰囲気と、はい、ガーリーな雰囲気と、うん、まあ相反するんですけど、はい、その辺をこう踏まえた上のスタイル作りですね。今このガーリーとかやっぱり一つの、ガーリーとグラマラスは、はい、まあ、ダブル G ですね。今ちょっとテーマですね。